こんにちは、速稼塾の久保です。今回の動画はね、週刊中年ジャンプのストーンさんへの返信動画なんですけども、この2年にも及ぶ、そしてこれからも続くと言われている感染症騒動についてね、ストーンさんなりの見解を動画で送っていただいたんですよ。それが限定公開になってるんで、ちょっとね、すごくもったいないなと思うんですけども、皆さんにお見せできないながらも、動画の評価をしたいと思いますけども、非常に良かったなと思いますね。非常に良かった。いや、これはね、私と考え方が同じですよ、もしくは違いますよ、だから良かったんじゃなくて、話のまとめ方とかね、それからご自身の得意分野である株のこともちょっとそれについてね、触れていることとかね、本当良かったなと思います。これね、この話し方はね、10分少々の動画だったんですけども、多くの方にね、伝えていっていただきたいなと思うところが多いです。私がこうやって喋ってる限り、何のことか分かんない方ばかりだと思うんで、もどかしいなと思うと思うんですけどもね。今回流行ってる感染症って皆さんね、顕微鏡を覗いて見たわけでもないですよね。その症状に苦しんだとしても、その原因が例の私たちがよく言葉にする、あそこから由来してるものかどうかって分かんないですよね。で、そもそも医師の方も、それが本当にあれなのかこれなのかってことはわからないけども、厚生労働省からの指示によってそうしなさいと言われてやっているという事実があるんですよ。事実がね。で、私が言うと、その事実は随分疑わしいなと思うかもしれません。なんでかというと、テレビで言ってないから、新聞で専門家が書いてないから、でしょ？その基準もおかしくないですかってことなんですよ。一国の総理大臣が国会で虚偽答弁を118回もしました。でも、その元総理の権威ってのは落ちてますかね。おそらく、総理大臣っていう肩書きが優先して、嘘つきとは呼ばれてないわけですよ。これはちょっと考えるとおかしい話ですよね。厚生労働省のホームページには、例の感染症が確認されたわけではないけども、あるという前提でですね、連絡をしてくださいというふうにも書かれています。これどうなんですかね。実際に厚生労働省にこんなこと書いてあるんですよ。またよく私の動画では取り上げることですけども、財務省の問題です。日本には国債発行が国の借金であり、一人当たり900万円の国民の借金があるんですよというふうな喧伝をしてますけども、これも多くの方がね、ずっと信じていることなんですよ。そしてこれからもおそらくこの理論はなかなか壊れないでしょう。でも実際は国債発行は借金でも何でもなくて国債というものなんですよ。国債という証券を発行してそれが売れている。それが売れているから現金収入があってそれを国家運営に使えるんだよってことなんですよ。じゃあその国債を買ってるのはどこですか？銀行富裕層なんですよ。日銀なんですよ。じゃあそういうところがね、現金欲しがるんですか？欲しがらないですよね。だって国債って持ってるだけで金利をもたらしてくれるんですよ、ずっと。国債を売っちゃうと金利がもうないんですよ。今私は体の枝を持ってますけども、体の枝を持っていて委任しているからこそステーキング報酬が入りますけども、全部決済して現金しちゃうともうステーキング報酬入らないんで決済しませんよね。ということでね、高い利回りが出ているものに関して国債などね、こんなに安定した財源を全部利確して放棄することはないんですよ。つまりは国債は売られないってことになります。でもこのロジックにわかには信じがたいですよね。私たちは何をもとにね、未来を想定して誰が言うから信頼してるのかな。ここ随分惑わされちゃってると思うんですよ。テレビに出てくる専門家がそれらしいこと言ったら本当なんですかね。もうちょっとよく考えてみた方がいいのかなと思います。誰かの考え方についていく、それも確かに立派なことかもしれませんけども、自分で考えて自分で決めていく、そろそろそういうふうにしてもいいんじゃないかなと思いましたね。今回のストーンさんの動画を見て改めて思ったんですけども、自分で考えて自分で決めていく、これが一つ。もう一つはね、私たちが受け取っている情報は日本語でしかないということなんですよ。世界での情報はほとんどが英語で、フランス人もスペイン人もアメリカ人もイギリス人も中国の人も東南アジアの人もほとんどの人はね、実は英語で情報を受け取ってます。英語の情報を見てないのは日本人だけです。だからガラパゴスみたいな情報が日本国内で渦巻いていて、世界の潮流から全く外れているということ。英語のブログや PDF をずっと読み込んできている私は本当に日々感じますけども、英語に弱すぎる、もしくは英語を無視しすぎている、情報を無視している、それが日本人の正体です。だから簡単に偉そうな人がネクタイ締めてね語ってることに騙されちゃうんですよ。はっきり言って騙されてます。まあ騙されたまんまで、この日本というのはそのまんまみんなでね地獄に大合唱して進んでいくのかもしれませんけどもね。いや私はねごめんですね、ごめんだということで今回以上でございます。いろいろと勝手なこと言いましたけども、今回のストーンさんの動画良かったですよ。いってらっしゃい。